NHK をぶっ壊。そういうことで、令和5年2023年11月29日19時55分です。今日はね、立て続けに YouTube ポンポンポーンと3つぐらい作ってますけども、繰り返しになりますが、これはね、非常に大事なことなんで、何度も何度も特にビルドアップしていきますので、お話をしていきたいと思います。まあね、今ね、代表権の問題でいろいろと大津彩香と揉めていますけども、まあこれはちょっと警察にも相談しているので、その件については繰り返しになりますが、私の方から今大津彩香のことについて細かいことを述べることは控えさせていただきます。でそんな中でですね、繰り返しになって申し訳ないんですが、新諸派党構想をどんなことを今僕の頭の中で考えていて、次どうしようとしているのか、まあ、代表権騒動でですね、代表権がもし大津彩香に行った場合にどうしていくのかっていうことですけども、まあそもそもその国政政党という器ですよね、法人っていう器ですよね、こんなものよりも大事なのは中身なんですね。そこで働く、まあ、政治家や職員、まあね、その、あとは、その、まあ、胸の内っていうか、いわゆるポリシーとか信念とか情熱とか、心に秘めたもの、当然能力もそうです。人脈なんかもそうなんですが、要は次の選挙もうね、実は1年7ヶ月後なんですよ。1年8ヶ月か、もうね、12月ですから、もう、実はあと、次の参議院選挙まではあと1年7ヶ月もないような状況なんですね。で、衆議院選挙というのは解散がなければその先になります。まだ2年、1年11ヶ月後なんですが、まあ衆議院選挙はいつ行われるかわからないので準備ができないんですが、参議院選挙についてはもう準備を始めています。で、新諸派党構想でですね、こう、お金持ち、まあ、もうちょっと言い方変えると、大金持ちです、いずれこの方の お名前が公表できると思うんですが、お持ちになっている資産は少なくても220億、です。もっと持ってると思います。でこの220億以上持ってる大金持ちの人に選挙に10億円最大10億円出してくださいと、で30億円ぐらい出してもらったらすごくありがたいですって話をしています。その代わり、お金を出していただく以上はちゃんと当選していただきますよ。参議院選挙の比例代表の名簿の1位特定枠に入っていただいて、お金、持ちの人に国会議員になってもらえますよという話がすでに水面下で進んでおります。党の関係者、幹部の人であったりとか、協力いただいている弁護士に関しては、このお金持ちの人のお名前とか、まあ、お名前を言うだけで皆さん分かる方なので出しています。まあこういう人ですよってことを話をしています。なんならガーシーにも伝わっていると思います。でですね、まあこのお金がですね、仮に30億としましょう。30億がこう政治団体 NHK 党に貸し出されるということです。これあえて政治団体と言ってますけども、まあいわゆる大津彩香に代表権が行ってしまったことも想定しています。そうなると政治団体 NHK 党で代表立花孝志で選挙を戦っていくということになります。もちろん国政政党が戻ってくれば、これは国政政党 NHK 党、あるいは NHK から国民を守る党で次の選挙を戦うことになろうかと思います。でですね、この全国比例に50人立候補させていいっていうのは今日総務省の方に確認していますので、参議院の全国比例っていうのは2種類の票が有効になります。まず1枚目の投票用紙っていうのは都道府県のですね、候補者の個人名しか書けないんですが、2枚目の投票用紙は政党名を書いてもいいし、前回で言えばガーシーとか山本太郎とか、それこそ斉藤健一郎っていう個人名、久保田学とかでも構いません。ちなみに久保田学は斉藤健一郎が辞めた場合には繰り上がりで国会議員になりますので、久保田学が国会議員になる可能性も十分にあるということだけ、ちょっと余談ですがお伝えしておきます。まあ、つまり政党名プラス個人名なんですね。でこの個人名と政党名を足した数が票数がおおむね100万票、まあ100万票までいらないんですけど、100万票につき1議席なんです。1議席ね、1席って書いてますけど、まあ2019年は98万票、NHK 党って書いていただいた方が大体80万票で、立花孝志と書いていただいた方が13万票、まあそれ以外で、まあ90、
8万票だったんですね。で、前回のガーシーの時も NHK 党って書いていただいた方が83万票あったんですね。まあ、つまり、どんなに少なく見積もっても、やはり NHK の被害者を守るする活動って今もなお続けていますので、まあ、NHK 党って書いてくれる人は、このまま言っても50万票ぐらいはあると思っています。安く見積もって、少なく見積もってね。で、これ以外に個人名というのが、党の、まあ、この、個人名で、あと50万票乗れば、1議席取れるわけです。で、それで、この大金持ちを当選させるプロジェクトなので、全国比例には50人立候補することができます。だから、まず1人目はこの大金持ちの人が特定枠と言います。もうこの人は、立候補はできないけども、この NHK 党で1議席取った時には、この人が自動的に一番最優先して当選しますってところに登録します。で、2番から50番、いわゆる有名人を49人立候補させます。で、この有名人って誰ですかっていうと、まあ、今のところ本人は指定してるって OK もらってないんですが、DJ 社長であったりとか、もちろんまだ声もかけてないんですが、ヒカル君であったりとか、阪神タイガースの僕は現役の選手にまずお声掛けをして、それでもダメだったら OB の元阪神の選手だったりとか、もう有名なね、料理家とか、江頭2時50分さんにもこれからも声かけていこうと思ってます。で、あさって実は非常に有名な、後でどっかでね、皆さんに言えたらいいんですけど、この有名な方、そんな人とっていう人と、あさってこの大金持ちの人と僕と、この有名人の方とご飯、食事に行ってきます。まあ、つまり、この49人の有名人ですね、この方たちは選挙に当選するつもりはないっていう方を集めてきます。立候補はするけども、この大金持ちの人を当選させるために立候補する有名人を集めてきます。で、その人たちは自分の名前を書いてもらって、例えば DJ 社長と書いてもらえれば、まあ、投票者は基本的にはこう縦になるんですけど、DJ 社長と書けばですね、これを、投票所に行って書いて、スマホで写メ撮って、インスタとかツイッターに上げて、DJ 社長がいいねを押していくみたいな。まあ、こういう戦法でですね、じゃあ DJ 社長のところに、例えば、50万票入りました。DJ 社長50万票足るってなかなか厳しいんですけど、まあ、仮に50万票入ったとしたら、この大金持ちの人から、党経由でね、1票1000円。で、ちょっと交渉していこうと思ってます。50万票入ったら、なんと、50万かける1000円で、5億になりますね。でも、例えば DJ 社長で50万票取ったら、ここの50万票と足して、もうこの大金持ちの人当選なんですよ。まあ、ガーシーで、あの勢いにあったガーシーで28万票ですので、50万票取るのはなかなか厳しいにしても、要は49人いますから、現役の、例えばアダルトビデオに出てる人、アダルトビデオに出てる人も、インスタグラムとか、TikTok とか YouTube ショートでは、結構ギリギリの水着を着てね、ショート動画作ったりしてるんで、そういう人にも立候補してもらうと。いろんな人考えてます。料理研究家とか、子供のね、子供が見ててもいいんです。子供に向かってね、お母さんやお父さんに選挙行ってって言ってっていう感じで、子供が見ているおもちゃとかね、そういうのをやってる YouTuber とか、まあ、とにかく有名人の YouTuber をどん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 、YouTuber とか TikToker とか、Instagram、もちろんキャバ嬢もそうだし、他にもいろいろと今思いついて言っています。こんな人もいいな。ね、迷惑系 YouTuber でもいいと思ってます。とにかく、この49人が1人1万票集めてきたらいいんですね、平均。1人平均1万票集めてくると、この50万票と足して100万票いくので、この大金持ちの人は国会議員になれると。いうことです。もちろんこれが有名人が一人ね、3万票とか取ってきてくれると150万票とこっちの50万票足すとね、200万票になるので、この49人の中で1万票取った人も当選すると。まあここに浜田聡君が次改選になるんで入ってきてくれれば最高だと思ってますが、このような形でですね、大金持ちから党にお金を貸してもらいます。で、党はその借りたお金を有名人が作った政治団体に寄付をするということで、有名人は非課税でですね、お金がもらえると。で、政治っていうのは政治団体にお金を渡してしまえば、それは本当に今回の、まあ、大津の騒動で分かったんですけど、本当に政治のお金って何に使ってもいいんですよ。それこそキャバ嬢がホストクラブに行って使っても、ホストの研究してるから問題ありません、全然構わないんですよ。だから
なんか大津は僕が悪いことに使ったとか言ってますけど、家族の家賃出したとかね、家族にお金渡してるとか、もう全く問題ないです。それはなぜかっていうと、政党のお金をどういう使い方をするかについては、警察や裁判所が判断するんじゃなくて、有権者が判断するっていう考え方です。だから、どんな使い方をしてるかは公表する義務があるけども、あとはその人に投票するかどうかについては、有権者に委ねられてるということなんですね。だから、こういう形で大金持ちからお金を借りて、党が大金も、で、選挙に立候補した人に、一票千円で、こう、お金渡してきて、もちろんね、あさって会う有名人に対しても、いくら欲しいですかとか、こう、歩合制にした方がいいですか、それとも固定にした方がいいですかみたいな話をしていきます。例えばね、横山みどりが前回立候補してますね。1万5000票ぐらい取ってるんですよ。とすると、この値が掲げていくと、1票1000円ですから、横山みどりですら1500万円のお金がもらえるっていう価値があるってことなんですよ。横山みどりをバカにしちゃダメですけどね、もちろん。1万5000票ってすごいですから。全国比例で取ってこれるっていうのは。だから、横山みどりになるのか、もちろん、野田総理になるのか、石川紀久にお願いするのか、その、例えばニコ生界隈で誰か出てもらう。阪神タイガースで誰か出てもらう。料理枠で誰か出てもらう。ネイル枠とかメイク枠とか、そういうね、料理枠とか、まあ、例えばお笑い芸人枠とかで、それぞれの、この49の専門分野っていうか、ジャンルの人を引っ張ってきて、選挙に行かない約 50% の人にですね、選挙に行ってあなたの応援しているインフルエンサーあるいは YouTuber の名前を書いて写真を撮ってネットに上げていいねをもらおうという戦略です。ね、これが僕の最新の戦略ですので、まあ皆さんの方はこのどのような有名人に出てほしいのか、僕の知らない有名人もいっぱいいるんですよね。だからそういう意味ではネットで有名な人、CM とか出てる人はね、ダメなんですよ。企業とに出てる人は選挙の立候補とかで禁止されてるんですけど、でももう TikTok で有名とか Instagram で有名とか、まあ、YouTube で有名な人って僕が知らないところもいっぱいいるんですよ。でそういう人たちで1人最低1万票できれば3万票を取れるような人を、探してくればですね、数の力でいきます。ちなみに50人立候補させるのに1人600万円なので、供託金は3億円ですね。で、その人たちに、まあ、これ配っていくということで、この大金持ちの人に、まあ、ちょっと10億だと厳しいんですけど、30億円は出してほしいなと思ってます。で、有名人が引っ張ってこれれば、2人3人とか当選すればですね、その次の衆議院選挙も、このやり方が定着してくるので、もうね、他の政党とか政治家とは僕の頭は違うんですよ。もう、明らかにこの発想っていうのは、違うでしょ。僕は江頭2時50分さんの視聴者層なんて、もう彼がよく言ってるじゃないですか。お、頭のおかしいお前らって言ってるじゃないですか。その頭のおかしいお前らに選挙に行ってもらうのが一番なんですよ。半分選挙に行かないんですよ。参議院選挙でもほぼ半分行かないです。選挙に行く人は5000万人、行かない人は5000万人、じゃあ行かない人の5000万人何考えてるかっていうことを、しっかりと考えて、選挙っていつやってんだ、どうやって投票するのっていう人に、ね、気がついたら選挙に行ってる。で、選挙に行ってない人何見てるかって言ったらスマホ見てるんですよ、日頃。だからスマホに出てくる人、自分が日頃応援してくれてる人が、選挙に行こうぜって言えばね、でもどうやって行くのって僕書いてるわけですよ、ね。自分の好きな人の名前が写真撮られて、鉛筆で書かれてるわけです。何これ。いや、その人に聞くわけですよ。選挙に行ってきた。どうやって選挙に行くので、行ったら DJ 社長からいいねもらえる、ね、例えば飛鳥きららさんからいいねもらえるとかね、もうそういう形でですね、もうネットで有名な人をとにかく立候補させるということで、あさってね、本当に僕もちょっと今日びっくりしたんですけどね、順番としてはこの順番です。非常に有名人で、YouTube のチャンネル登録者数は200万人以上います。実はもっといます。その人の方から実はこの大金持ちに、まあ、前田に人がいるんですけど、この大金持ちの友達からこの人に会いませんかという今日朝 LINE が来たんですね。で、僕の方に大金持ちの人から、立花さん、この人から会いませんかという話が来てるけど、別に僕この人に興味がないんだけど、どうですかって来たんで、ああ、この人だと30万票ぐらい取れる可能性があるので、
ぜひちょっと食事に行きましょうということで、あさって12月1日に食事に行くことになります。この超有名人とお金持ちと私と、このこっちのマネージャーの人も、マネージャーちょっと来られるな、まあ、もうすごい、まあ、どっかで本当に言いたいんですけど、の人も来ます。いやもうね、ちょっとね、僕自身がこの計画を立てて進んでるので、もうめちゃめちゃ興奮してるんですよね。で、やっぱりこれぐらいのお金動かせないと、この国動かすなんてできやしないんですよ。NHK なんて1日20億ぐらい使ってるんですからね。あいつら1日毎日18億使ってるんですよ。だからそういう意味でも僕も今債権者の方には本当にご心配をおかけして本当申し訳ないんですが、あの代表権訴訟も絶対に斉藤君が勝つとまでは言えないので、万が一大塚が勝ったとしてもですね、ちゃんとこの僕自身が NHK 党というのを使って、何よりもこの基礎票が50万票以上ある、多分ここは80万票ぐらい僕はあると思ってます。だからこの方々に支えてもらいながらも、さらに NHK 党のことや立花のことを知らない人をどん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 選挙に巻き込んでいってですね、大金持ちの人にもしっかりと満足してもらいながら、この大金持ちの人はただのボンボンではありません、自分で一台で会社を立ち上げて築き上げて何百億円の資産をお持ちの方で、すごい人です。だからこの人が、次は経済、いわゆる財界というかね、そういう会社とか経営の世界から政治家になって、この国を変えていくということをおっしゃってくれているので、僕はその人気のないって言うと怒られますけど、当選するほど人気のない人からお金をもらって、別に当選したことない人気のある人を使って選挙が強い人と政治をしたい人をパッチングするというのが僕の役割で、で NHK 党にはこの人から出てきた大金持ちから出てきたお金は基本的には全部選挙費用や有名人の、あの、費用に使いますが、政党助成金が入ってきます。この政党助成金を使って NHK の被害者をお守りするという形で僕はやっていきたいと考えております。このことについては、これからも繰り返しになると思いますが、それぐらい大事なことなんで、NHK の被害者をお守りするとともにですね、これから日本のことを考えたときにね、有事のときにはこのね、選挙に行かない5000万人が選挙に行って変わると思っていますので、僕なりの今の日本の全体を見た中での新しい選挙の方法、新しい政治を考えていっておりますので、どうぞご期待いただきたいと思います。以上です。 NHK をバックアップ。